皆さんこんにちは、パツロ必勝本の嵐です。この動画ではセイントセイヤシリーズの最新作セイントセイヤ冥王復活の重要な情報をいち早く私嵐がお届けさせていただきます。またこの動画では3種類の視聴者プレゼントもご用意させていただいております。動画の最後では応募方法とキーワードを発表させていただきますので、ぜひ最後までご覧になってください。今回のメニューはこちら。まずはペガサス降臨中の七揃いです。まずはペガサス降臨について解説させていただきます。ペガサス降臨は主にセイントラッシュ開始時に突入する上乗せ特化ゾーンとなっておりまして、消化中は毎ゲーム枚数上乗せが発生します。七揃いは50枚以上の上乗せが濃厚、白七揃いであれば100枚以上の上乗せが濃厚となります。さらに七揃い時には現魔剣ループ発生のチャンス、発生時は約 70% のループ抽選に漏れるまで毎ゲーム100枚の上乗せが発生します。そしてペガサス降臨中にはもう一つの強力な上乗せ要素が存在します。それが約25分の1で発生するフェニックス幻魔剣フリーズとなっております。こちらは発生すると100枚から500枚の上乗せとなっており、約 12% で300枚以上の上乗せとなるため、大量上乗せの大チャンスケーキとなっております。続きましてはスペクターバトルに関わる設定した演出を紹介させていただきます。スペクターバトル中のラウンド画面による設定したはこちらとなります。ラウンド画面の中には設定しただけでなく継続期待度がアップする画面も存在します。カロンが出現すれば設定5以上濃厚となるため、特に見逃さないように注意しておきましょう。スペクターバトル終了画面による設定差はこちらとなります。設定4以上濃厚や設定6濃厚画面も存在しますので、しっかりチェックしておきましょう。以上が今回の解説内容となります。最後に視聴者プレゼントの詳細でございます。今回ご用意させていただきましたのはこちらとなります。どれもここでしか手に入らないスペシャルな一品となっております。応募方法は毎回動画の最後に発表されるキーワードを全て集めていただきまして、専用の応募フォームから応募していただく形となっております。詳細は概要欄をチェックしてみてください。今回のキーワードはこちら。次回はセイントラッシュ中の設定したなどをお届けさせていただきます。ぜひご覧くださいませ。それではまたお会いいたしましょう。さようなら。